エドワード・リビングストン、エドワード・リビングストン、エドワード・リビングストン、1764年5月26日から1836年5月23日は、アメリカ合衆国の法律家、政治家、1825年のルイジ・アナミン法典起草に関与し、1831年から1833年まで、アメリカ合衆国国務長官を務めた。 1764年5月26日、リビングストンはニューヨーク植民地クレモントにおいて、ロバート・リビングストンとマーガレット・ビークマンの罰師として誕生した。リビングストンは私立学校で教育を受け、1781年にニュージャージー大学、現在のプリンストン大学を卒業した。リビングストンはニューヨーク州オールバニで法律を学び、1785年に弁護士として、 認可を受けた。リビングストンはニューヨーク市内で弁護士業を開業した。リビングストンは弁護士として柴叩く間にその名が広まった。リビングストンは1795年に民主共和党から連邦会員議員に選出された。リビングストンは J 条約に反対し、イギリスとの和平交渉の詳細を議会に示すよう、ジョージ・ワシントン大統領に即他。 ワシントンが大統領を退任する際、リビングストーンはアンドリュー・ジャクソンやその他の旧審派議員らと共にワシントン大統領に宛てた演説を行った。リビングストーンは1798年に連邦政府が制定した外国人治安処方に反対した。1800年にはイギリスに対して犯罪者の身柄引き渡しを許可した大統領を批判した。 この犯罪者は1800年にイギリス船舶内で殺人を犯した後にサウスカロライナ州に逃亡し、その後自分はアメリカ国民としての権利を有している主張していた。この問題に関する論議でリビングストンはジョン・マーシャルと対立した。リビングストンは上院において商業製造業委員会の議長を務めた。1801年リビングストンは ニューヨーク地区担当の連邦検事に指名された。リビングストンは、同年、連邦検事の地位を保持したまま、ニューヨーク市長に就任した。1803年夏、ニューヨーク市で、大熱病が発生した時、リビングストンは病気の流行を予防し、不安を取り除くため奔走した。1803年秋、リビングストンは、秘書の不始末によって、公的資金を損失させ、市に、 大きな負債を抱えさせてしまった。リビングストンは資材を投じて損失補填を行い、連邦検事及びニューヨーク市長を自ら退いた。1804年初頭、リビングストンはルイジアナ領土に移動した。リビングストンは間もなくニューオーリンズで大規模な弁護士事務所を買収し、その後多くの利益を獲得した。リビングストンは弁護士業で生み出した利益を ニューヨーク市の負債に充当し、すべての負債を召喚し終えた1826年、リビングストンは弁護士事務所を元の所有者へと返却した。リビングストンはまた、不動産取引企業にも関与した。1820年、リビングストンは、ルイジアーナ州会議員に選出された。1821年、リビングストンは、衆議会において刑法及び刑事訴訟法の新しい、 法典作成に取り掛かった。リビングストンを後に、リビングストン法典として、欧米諸国で知られるようになる法典を作成した。この法典は、ルイジアナ州内での使用の必要上、フランス語と英語での両方が準備された。リビングストン法典は、犯罪と刑罰、訴訟手続き、刑事訴訟における証拠、刑務所の規律と強制の4つのセクションから構成された。 リビングストン法典は1824年に一度完成したが、印刷前の1826年に失火で消失してしまった。リビングストンは1833年までに再び法典を完成させたが、衆議会で採用を見送られた。だが、リビングストン法典は、その後イギリス、フランス、ドイツで広まり、法の明瞭さや刑務所での強制に関する概念が、 多くの国の刑法に影響を及ぼした。その後リビングストンは1823年から1829年まで連邦会議員を務め、1829年から1831年まで連邦上院議員を務めた。リビングストンは1831年にアンドリュー・ジャクソン大統領から国務長官に任せられ、1833年まで同職を務めた。 リビングストンはジャクソン大統領にとって最も信頼できる助言者としての桶を確保した。リビングストンはジャクソン大統領のため多数の政府文書を準備した。代表的なものに1832年12月10日の関税法務効果論への反対宣言がある。リビングストンは1833年から1835年まで中仏講師を務めた。 リビングストンは1831年に決裂していたフランス政府との条約交渉再開を任された。1833年、リビングストンはフランスとの間で以下の合意を行った。第一に、ベルリン及びミラノにおいて、フランスが行ったアメリカ船舶への略奪行為に対する賠償金として、フランス政府がアメリカ政府に2500万フランを分割で支払う。 こと第2に、フランスの主張を一部認め、アメリカ政府が、フランス政府に賠償金の一部150万ドルを返還すること。だが、フランス会員は、最初の分割払いを拒否し、米仏間に大きな緊張状態が生じた。1835年、リビングストーンは、公使館を閉鎖し、アメリカへ帰国することを命じられた。 1836年5月23日、リビングストンは、ニューヨーク州、ダッチェス郡ラインベックの辞書、モンゴメリープレイスで死去した。リビングストンの遺体は、ニューヨーク州コロンビア郡にある一族の地下墓地に埋葬された。リビングストンの遺体は後に、ニューヨーク州ラインベックに移し替えられた。グアテマラのリビングストンは、エドワード・リビングストンとリビングストン法典に敬意を、 表して命名された。以下の地名もまた、エドワード・リビングストンにちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。